しもうと思いまして、計画取りました。スタートは、沼山峠から入って、で見晴らしの方まで出る感じのルートです。ルートは、まあ、そんなにピーク踏むわけじゃないので、ぬかるんだ場所っていうのもなかったですし、登りがきついっていうのもなかったですね。基本下りのルートで、まあ、尾瀬の景色を楽しめながら、登れたかなという感じでございます。今日は、この後ろにあるのが、原の小屋さんの、ゲストハウス、いわゆる、シドバーみたいな感じなんですけども、お風呂までついて、シラフとかはね自分で持ってくれば安く済みますので、食料とかですね、泊まろうかなと思ってます。で明日は、小瀬ヶ沼、小瀬ヶ原ですね、ぐるっと回って御三条の湯に向かって、でまたここに、戻ってきて、前のんびりしようかなと思ってます。はい、
猫背2日目になります。昨日がすごく寒くて、おそらく昼間ね、あれだけ暖かったので、放射冷却が起こったせいかなと思います。マイナス、いや氷点下多分なったんじゃないかなってぐらい寒かったですね。ただ星が非常に素晴らしくて、新月だったのかな、とても綺麗に、星の方が見えました。本日は、ぐるっと小瀬ヶ沼を、歩きまして、東殿の方、東殿小屋ですね、入ってそれから戻るような感じになるんですけども、途中、三条の滝の方に、寄り道をして、今こちらの方に戻ってきたという感じです。でこのままですね、見晴らしの方を戻って昼ご飯ですね、なんかちょっとおいしいものを、いただこうかなと思っております。よいしょ。
200人まで予定しておりました。初日は、前は東北から三原市まで出てきて、花の小屋ですね、今お願いいたします。その後、翌日ですね、公園に集まりまして、五十ヶ沼グループさんで山頂に行って、東部まで非常に楽しめるんですけども、花の旅、最終日が、まあ、連休後通りなんですけども、まあ、かなり天気が良くて、早見平に行く予定だったんですけども、そこは中止して、